フランスの軟体動物学者、ピエール・デニス・ド・モンフォールが描いた巨大、トウソク類。船乗りが、このような巨大、トウソク類に、ノルウェー近海やアイスランド沖、アフリカ南部のアンゴラ沖などにて襲われたと、記録している。クラーケンは、北欧に伝わる、海の怪物。タコやイカなど巨大なトウソク類のような絵が多い。中世から近世にかけて、ノルウェー近海や、 アイスランド沖に出現したと伝わる。19世紀のアフリカ南部は、アンゴラ沖に現れた海の怪物もクラーケンでないかと言われている。クラーケンの発音は、コノルド語、ノルウェー語などで、KRKN、英語では、K、KRKN もしくは、K、KRKN。クラーケンは、北ゲルマン語群に見られる、クレイクニエヌがついた、定管子系である。この語は、 英語のクルックやクランクとゲルマン語派のレベルで、同根であり、怪物クラーケンの恐ろしい湾曲性の腕を想起、しての名付けであったことが伺える。その後、北欧においてこの怪物の名は、奇形的な動物を意味するようになっていたらしい。ここに見られる、奇形の語彙は、英語クランクの中にも、ニュアンスとして現れている。フランスの船乗りたちが、アフリカのアンゴラ沖で遭遇したという海の怪物を、 元に、ピエール・デニス・ド・モンフォールがクラーケンとして描いたもの。同じく、アンゴラ沖のクラーケン。ピエール・デニス・ド・モンフォール、1810年公表。古代スカンディナビアの佐賀に、クラーケンの名は見られない。しかし、類似する海の怪物としてハフグーフォ、カナテンシャ、ハーブグーバと、リングバーキアを挙げることができる。これらは、ヘルボルト・ヘズレク王の中のエルバルオットの、 物語などで語られている。クラーケンの姿や大きさについては諸説がある。巨大なタコやイカといった等速類の姿で描かれることが多いが、他にもシーサーペントやドラゴンの一種、エビ、ザリガニなどの甲殻類、クラゲやヒトデ等々様々に描かれてきた。姿がどのようである一貫して語られるのはその驚異的な大きさであり、 島と間違えて上陸したものがそのまま海に引きずり込まれるように消えてしまうといった種類の伝承が数多く残っている。15世紀アイルランドの西ブレンダン伝承に登場するクラーケンの場合は、島と間違えて上陸したブレンダンが祝福のミサを終えるまで動かずにいたと伝えられる。体長は 2.5km に及んだという、この穏やかなクラーケンには、 クジラがその実態ではなかったかとの憶測がある。実際にクジラには巨行神や渡積みとみなされる側面があり、このような逸話が世界中に数多く存在する。また、18世紀デンマークのベルゲン主教、エリック・ポント・ピダンがノルウェー博物誌に表したところでは、クラーケンが入えた墨で、たりの海が真っ黒になったとされ、ここでは、 トウソク類の一種と認識されていたようである。なお、言語学的にはこの書物が刊行された1755年をもって固有名詞クラーケンの書室としている。クラーケンを動物、とりわけトウソク類の一種と考えるのであれば、どれほど巨大であっても、マッコウクジラやシャチといった天敵の存在が想定されるため、離脱用として縁膜のように墨を吐く機能を保持していることは、 生態的に自然ではある。古代から中世、近世を通じて海に切る船乗りや漁師にとって海の貝は大きな脅威であり、その象徴とも言えるクラーケンは彼らから恐れられる存在であった。というような伝承が語り継がれた。船出したまま戻らなかった船の多くはクラーケンの餌食になったものと信じられていたのである。それは近代においても変わることがなく、 メアリー・セレスト号が見つかった時、この船が無人となった理由として様々な検証、憶測がなされたが、その中には、乗員が全てクラーケンの餌食になったという説も存在した。全ての伝承で危険な存在とされているわけではなく、恩はかつ無害に描かれることもある。また、クラーケンの排泄物は好期を発して、餌となる魚をおびき寄せているとも言われる。 後に、ダイオイ家族と判明する未知の海洋動物の最初の標本確保の様子を伝える、差し絵1861年11月、カナリア諸島から出港したフランス海軍法艦、アレクタンゴは、海面に、クジラより大きな未知の海洋動物を発見し、これに発砲した。この時最初に成功した胴体の一部が、学会に初めてもたらされた、ダイオイ家族の標本となった。 画像は、ハーパーリーの著書 C モンスターズアンマスクトに掲載されたものである。現代的な船舶は、自走能力が高く風の有無に関わらず、航行可能であるため、仮にクラーケンが実在したとしても襲われることは、まずない、という考え方がある。もちろんこれは、船舶が故障や燃料切れを起こしておらず、十分な自走能力を備えている、船舶自体に、 十分な大きさがあるクラーケンのサイズや運動能力が一定の範囲内に収まっているといった場合の話である。加えてこの怪物が北欧の海に特有であると限るようなことでもない。分類学の父と歌われるカール・フォンディンネは未知の海洋動物クラーケンを等速類の一種とみなし1735年観光の 自然の体験初版にてマイケロコスメスという学名を与えている。この名は、ミューイオタカッパローとカッパシュグマミューの組み合わせからなる古代イギリシア語、ミューイオタカッパローカッパシュグマミューを元とした既存のラテン語系マイケロコスメスであり、リトルワールド、スモールワールド、小さな世界との語義を持つ。ただし、この動物の実在性は後に否定され、今日、 南大動物門の学名としては無公名となっている。クラーケンのモデルではないかと取り沙汰されることの多い、ダイオウイ家族は、原生最大級の頭足類であり、平均全長約10メートル、信用に足る最大個体の記録は、全長約13メートルである。しかし、推定全長20メートルともされる不確定記録がある。ダイオウホウズキー家族は、 現世最大とされ、その全長は、ダイオウイカを上回る14メートルに及ぶ。また、ダイオウイカと同様、推定全長20メートルとの不確定記録がある。深海生の彼らには未だ謎が多く、推論や憶測を生む要素を多く持つ。ジュール・ベルヌの小説、海底2万里のための挿絵19世紀、クラーケンのモデルとされる、巨大ダイオウイカが航行中の船舶の間近に、 現れた様子。未知の海洋動物の出現に、上院たちが警戒している。ギリシア神話をモチーフとした霊ハリーハウゼン監督の特撮映画、タイパンの戦いに登場するクラーケンは、ワニのような皮膚、魚のヒレ様の大小の突起物を持つ、人型の胴体に、手と爪があり、関節のないタコの触手様の四本の腕、くちばしのある竜とも猿ともつかない頭部を備えた。 異業の巨大怪獣としてて描かれているおそらくこれは、いわゆるトレミー48星座のうちに描かれたクジラ座の四角イメージをそのまま拡張させたものと考えられるが、この一種独特の個性を放つクラーケンのイメージは、それ自体が後に続く多くの海の怪物、怪獣に大きな影響を与えている。1998年のアメリカ映画ザ・グリードでは、 客船を襲った正体として、巨大なタコの化け物が登場する。2006年のアメリカ映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェストには、幽霊船の船長デイビー・ジョーンズに操られるタコの、ような食費と、イカのようなエンペラを持ったクラーケンが登場する。ジャック・スパローを船ごと海中へ飲み込むが、後に、デイビー・ジョーンズに殺害され、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドの、 ワンシーンに岸に打ち上げられた姿で登場。ジュール・ベルヌの SF 冒険小説、海底2万里には、クラーケンのモデルとされる巨大ダイオウイカが登場し、航行中の船舶を襲撃する。水野良の小説、ロードストー戦機等、ホーセリアを舞台にした小説では、水の精霊の上位種として、クラーケンが設定されている。J.K. ローリングの作品、ハリー・ポッターシリーズでは、 ホグワーツ魔法魔術学校の池にクラーケンをモチーフとしたと思われる巨大イカが住んでいる。この巨大イカは昼休みに生徒と一緒に泳いだり、浅瀬で日向ぼっこしているところを生徒に足をくすぐられたり、池に落ちてしまった生徒をイカダに戻してあげたりと、無害かつ温厚な性格をしている。ロールプレイングゲームの世界では、プレイヤーキャラクターの進行を妨げる敵としての、 トウ類をモチーフとしたモンスターの名前にしばしば、クラーケンの名が使用される。ザ・ブラック・オニキスに登場するものが例として挙げられる。ありがとうございます。